お茶してください。これから緑の羽の着用キャンペーンを始めさせていただきます。私は本日司会を担当いたします林野庁長官の今井でございます。よろしくお願いします。安倍総理におかれましては本日大変お忙しい中時間を割いていただきまして誠にありがとうございます。緑の募金運動につきましては毎年4月15日から5月14日までの1ヶ月を緑の月間として募金運動を重点的に展開することとしております。いただいた募金は森林整備や緑化の推進等に活用されています。安倍総理におかれましても明日4月15日から21日までの1週間緑の羽をご着用いただきたく関係者一同でお願いに参りました。本日は2人の女性に緑の羽の着用を手伝っていただきます。1人は2017ミス日本緑の女神の野中葵さんと、もう1人は第26代日本桜の女王の増田愛子さんです。まず緑の女神の野中さんから安倍総理に緑の羽をつけさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは続きまして皆さんで写真撮影を行いたいと思いますので、はい、安倍総理、山本大臣、緑の女神、桜の女王はカメラに向かってお並びいただきたいと思います。続きまして、桜の女王の増田さんから安倍総理に桜の鉢植えを贈呈させていただきます。それでは贈呈をお願いいたします。ありがとうございました。それでは着席してご歓談をお願いいたします。今日は本当に華やかな野中さんは安倍総理と変わらないぐらいしてたから。そうですね、私175センチ。じゃあ一緒です、同じくらい。最低のアイスは今日熊本ご苦労様でございます。